はい、始まりました。石門ジャップ TV。 2020年 J2 残り8試合、 J1 昇格争いがようやく佳境に入りました。そこで今年の J1 昇格するチーム、開幕当初は磐田と京都を予想していた大バカ者ですが、改めて昇格する2チームを予想していきたいと思います。今年はコロナウイルス関係で J1 昇格枠が2チームとなっており、34節時点での順位結果をもとに判断すると、個人的には昇格の可能性があるチームは首位徳島、2位福岡、3位長崎の3チームに絞られたと思っています。残り8試合で2位と4位との勝ち点差12はかなり開きすぎている。4位以外のまだ J1 昇格の可能性を諦めていない各チームのサポーターの方には申し訳ないが、もう言い切ってしまいます。昇格の可能性があるのは徳島、福岡、長崎だと断言します。本来なら6位までが昇格の可能性が残っているはずの J2、 その6位以降ですが、今年はプレイオフがないということで本当に寂しい限り。おかげで34節消化時点で J1 昇格を諦めないといけないわけですから、その本来ならプレイオフ圏内をキープするモチベーションがあったはずの6位の新潟ですが、今年の J1 昇格に関しては昇格圏内へ勝ち点差15を埋めるのは現実的ではない。せっかくの大型補強でクラブの本気度を感じたんですが、32節の磐田にロスタイムで引き分けたのがもったいなかった。それを引きずるかのように次節33節の千葉戦で0対2の敗戦、かつ今年の新潟はネガティブなニュースが多すぎて、 J1 昇格に最低限でも必要な全勝を達成できる感じがしない。ですので今年の昇格は残念ながら諦めざるを得ないのかなと。そして5位の甲府は1試合少ないものの、現在昇格圏内へ勝ち点差13あり、日程が他のチームに比べてタイトになることから、失点は少ないものの、勝ち切ることを連続で成し遂げる、いわゆる大型の連勝をすることが現実的ではないのかなと思います。そして4位の北九州ですが、目下2連勝中とここ最近調子を取り戻しつつあるが、夏の9連勝ほどの勢いはもうなさそう。名将小林慎二監督といえど、10月は勝利なしと対策されてしまった感がどうもあります。仮に夏に成し遂げた9連勝を再び達成、もしくは残り試合全勝で10連勝を達成できたとしても、2位と勝ち点差10にあると、さすがに残り8試合で福岡なら勝ち点12を失う、負け換算だと4敗、もしくは徳島が勝ち点15を失う、負け換算だと5敗する可能性は極めて低いと思われ、残念ながら北九州の昇格も厳しいと思われます。そこで34節消化した時点で、目下5連勝中の徳島と12連勝を成し遂げた福岡の2チームが飛び抜けた感がありますが、エジガルジュニオ選手を加えた3位の長崎がどこまで巻き返すのかがポイントになるでしょう。昇格圏内に勝ち点5差はまだまだ射程圏内。前節琉球戦の敗戦はかなり痛いが、11月の長崎の得点力からするとまだまだわかりません。前線の豊富なタレントが連携を深め、ここに来てさらに爆発する予感がするだけに、琉球戦を飛び台にして2017年の J1 昇格を果たした長崎のように、下から一気にまくし上げてギリギリまで昇格争いをする絵を J2 民としては見たい。そこで各チームの対戦予定をおさらいしていき、注目ポイントを挙げていきたいと思います。真っ先に気になるのは最終節の徳島 VS 福岡の現在1位と2位の頂上決戦でしょう。この時点で1位と2位のシチュエーションで対戦できるかはわかりませんが、個人的にはこの2チームが昇格を決定した中での消化試合は見たくない。願わくば勝てば昇格、負ければ3位に交代するシチュエーションが J2 民としては見たい。そのためには長崎にもっと頑張ってもらわないといけません。そんな長崎の対戦相手ですが、上位の徳島と福岡との直接対決はすでに消化済み。これが有利と出るのか不利と出るのか、理想は直接対決で勝利して勝ち点差を縮めたいところだが、そのチャンスはもうなし。その上位2チームには長崎が9月勝利なしと絶不調の時に福岡、徳島に連敗しているので、後味はあまりよろしくないが、長崎が負けて福岡または徳島が勝利という状況になると、もう絶望的と言わざるを得ません。徳島の好調ぶりと福岡の安定感からそこまで勝ち点を取りこぼすとは思えないだけに、長崎としてはもう負けられません。
エジガルジュニオ選手をはじめとしたカイオジュニオール選手に、ルアン選手に、イバルボ選手の助っ人外国人ならではの結果が求める中での勝負強さ、若手の木田選手や名倉選手の台頭、そして実力者の玉田選手、富樫選手、澤田選手等の J2 屈指のタレント軍団と名将手倉森監督がこのまま黙ってはいないでしょう。クラブとしての可能性を大きく秘めており、個人的には期待しているので、長崎をあえて J1 昇格の願望も込めて予想したいと思います。そして他に個人的に期待したい展開は、今季徳島が調子を一度も落としていないだけに、次節の京都戦での敗戦をきっかけに調子を落とすようなことがあればと個人的には期待しています。福岡は8月、長崎は9月に絶不調な時期を迎えているだけに、徳島が最後の最後で絶不調の時期を迎えたら面白い展開になるんじゃないかなと。そういう意味では徳島、福岡、長崎とどのチームも京都と金沢との対戦を残しており、この2チームが J2 の盤石なクライマックス、徳島と福岡の J1 昇格が固いこの状況をかき乱してくれるかもしれません。京都も金沢も本当に読めないチーム、特に京都は上位相手になぜか強い、しかも目下連敗中ですが、個人能力はピーター・ウタカ選手やヨルディ・バイス選手を象徴に J2 屈指、次節はホームかつ上位徳島が相手、持ってる個人技がある選手は上位相手であればあるほどその能力を遺憾なく発揮するので、しかも徳島は2人にとっての古巣、古巣にミスミスと J1 昇格を許したくない、まあ、プライドとモチベーションが働き、次節京都が徳島を破る展開ありえるんじゃないかなと、てかそうなってくれと個人的には思っております。そんな中で徳島の不調を願うも、最終的に先ほど述べた長崎が J1 昇格予想するも、あと1チームどっちが昇格するのか、徳島ヴォルティスなのか、それともアビスパ福岡なのか、ズバリ言うと徳島ヴォルティスかなと思ってます。アビスパ福岡のサポーターの方には本当にごめんなさい。福岡が強いのは認めるものの、堅守速攻スタイルで J1 に上がったところで J2 にすぐ帰ってくる絵をどうしても想像してしまいます。ディフェンス陣には上島選手を軸に、ドーグラス・グローリ選手にカルロス・グティエレス選手のどちらかをペアにできるほどの選手層に、前線は山岸選手に、東野選手に、石津選手に、覚醒した増山選手と、面白いメンツが揃ってはいますが、かつての12連勝ほどの勢いはなくなってきており、直近でも松本と岩田に2敗している通り、今年の福岡らしく接戦の展開が終盤にも続くと、逆にギリギリで取りこぼす試合もあり得るのかなと。そして最終戦の徳島に敗れて J1 昇格を逃すという展開を個人的には予想します。かつて2018年最終節にプレーオフを逃したイメージがあり、それが頭によぎったことも個人的な判断材料となりました。それに対して福岡の最終戦敗戦の予想をもって勝利予想となる徳島ですが、調子を仮に落としたとしても勝ち点に余裕がある点と、ロスタイムの勝ち越しの多い勝負強さから、勝ちなしの状況が長く続くことは徳島ヴォルティスに関しては考えにくい。そして何より近年 J2 を席巻し続けている、 J1 昇格まであと一歩のところまで来ているリカルド・ロドリゲス監督が率いる徳島ヴォルティスのサッカーが J1 でどこまで通用するのかが個人的には見てみたい。まとめると、長崎が連勝を重ねて昇格圏内に入り、徳島が次節連勝ストップして調子は落とすものの、最終節福岡にしっかり勝利して徳島が J1 昇格といった願望兼予想となりました。ここまでご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメントしていただけると嬉しく思います。また次回の動画でお会いしましょう。石門ジャップ TV でした。